っとやってみましょう。やってみましょう。はい、はい、うん、まず、まあ、こっち武田ギター、こっち構造ギターとして、まあ、俺のギターはこうやって見てもらうと分かるようにイントロのフレーズがやたら多いんだよね4つある。そう、4つあって、で、まあ、この1、2に関してはこれはループだね。取るね。そう、これ取る、うん、これはループしましょう。ここループ、これはループになってます。ルーパーを使って、ルーパーでいくのね、うん、そうで、まあギターで鳴らした音を途中から分岐させてオーディオインターフェースにパソコンにつないで、でパソコンでオフオンを管理してアンプに出力してると、ね、うん、まあ、そこでループを作っていると、まあ、それが1、2作っていて、で3はその上に乗っけるフレーズで、その後4に変わってっていう感じかな。でまあサビと早弾きっていう部分があると。で構造の方はループはないよね。ループはないからイントロは1個だけできて、うん、同じくサビ、サビがまだここだね、こことここが対応するリンクしてるね、完全に、ね、うん、メインの最後ちょっとリズムが半分にゆっくりになるとこの、まあ、大きいフレーズだね、うんうん、まあ、あとそれの、まあ、繰り返しというか繰り返し、俺もこっちをなんかこう繰り返すっていう感じかな。ここさえ押さえとけば聞けるんじゃないでしょうかと、はい、いう感じですね。はい、じゃあ武田ギターイントロ1、ループ部分、ステマープ部分、はい、はい、まあ、まあ、いわゆるメインフレーズですね、はい、まあ、これはハマリングとプリングを使いつつ開放弦も使いまくるっていう、うん、まあ、ずるいフレーズだね。ずるいね、うまく聞こえる、うん、そうそう、うまく聞こえる、たくさん弾いてるように聞こえるけど、うん、実際に相当簡単だと思うので、こうやって弾いて、ね、二分解するとこんな感じ、こういうのがあって、これがまあフレーズ1、イントロ1、でイントロ2はここですね。ループというイントロ1、イントロ2ですね、うん、